液体呼吸は呼吸の位置形態である。通常空気中で呼吸する生物が空気ではなく、酸素を多く含む液体中で行う呼吸を指す。医療行為に用いられ、将来は深海への潜水や宇宙旅行にも応用できる可能性があるとされる。流体呼吸と呼ばれることもあるが、流体は液体と気体の両方を指すため、同じ意味としてこの語を用いるのは不適切である。 1960年代半ば、ニューヨーク州立大学バッファロー校の生理学者、キルストラは、食塩水には、高圧化で酸素を多く溶かし込めることを見出した。アメリカ海軍の余圧室で、キルストラはマウスが、生理食塩水を、肺から、出し入れできるか、また生存するのに、十分な量の酸素を、食塩水から取り込むことができるかを試す実験を、行った。 結果として、マウスやラットは、液体中で呼吸することができたが、二酸化炭素が十分に排出できなかったためすぐに、致死量に近い値に達し、二酸化炭素中毒に陥った。これは、液体呼吸を人間に適用する前に解決すべき問題であった。1966年、レランド・クラークとゴランもマウスを使った液体呼吸に関する実験を行った。 酸素や二酸化炭素は、フロンなどのフルオロカーボン類に非常に溶けやすい。デランド・クラークは、もし排胞がフルオロカーボン中から酸素を取り込みに、酸化炭素を排出することができるなら、動物が呼吸する際に使えるはずだと考えた。実験はまず麻酔したマウスで行われ、その後数種の動物で行われた。軌道に管を差し込んで、入り口の部分を膨らませて密着させ、 外気が肺に入らないように、また呼吸用の液体が漏れ出ないようにした。フルオロカーボンに酸素を通気し溶かしてから、実験動物の肺に入れ、毎分6回の周期で吸入と突出を繰り返した。これを最長1時間続けてから液体を除去したところ、ほとんどの動物は数週間生き残り、その後肺への損傷のため死亡した。死骸の解剖結果は、 肺が収縮した際に充血が起こるが膨らんでいる際には正常であったことを一様に示していた。キルストラの研究と同じくクラークの場合でも動物の軌道の広さが問題であった。軌道が狭いと肺に入っていくことができる液体の量が制限される。このことなどが原因となって二酸化炭素が肺に溜まり十分な速さで除去されなくなっていた。クラークは マウスがフルオロカーボン中で生き延びることができる時間は、フルオロカーボンの温度に反比例することを発見した。すなわち、液体が冷たいほど呼吸も遅くなり、二酸化炭素の蓄積が避けられる。二酸化炭素中毒を回避する唯一の方法は、低体温状態にすることであった。この方法によって問題はほとんど解決し、一つの例では、摂氏18度において20時間。 液体呼吸で生き続けた。初期の実験では、すべての動物が肺に損傷を受けていた。しかし、これがフルオロカーボン中に含まれた毒性の不純物によるものなのか、フルオロカーボンそのものの影響か、またはそれ以外の原因によるものかは定かではなかった。肺への損傷の原因、二酸化炭素排出の問題、フルオロカーボンの体組織への残留が人体へ、 適用する前に解決すべき点であった。また、パーフルオロカーボンは、空気よりも密度、粘度が高いため効力も大きくなり、呼吸するのにより多くの労力が必要とされる。以下に、フルオロカーボン類の物性を示す。パーフルオロブチルパーフルオロテトラヒドロフランは、商品名フロリナート FC、FC-75 や FC-80 として、 参考文献に挙げた各種の実験に用いられている。後年液体呼吸の技術は着実に改良され進歩してきた。二酸化炭素の排出法の改善により実験動物の生存率は飛躍的に向上した。使用されるパワフルオロカーボンは 100ml 中に 65ml の酸素と 228ml のに酸化炭素を溶かすことができる。 1990年代初頭までに発展した液体呼吸法の手順は以下に示すようなものである。チオペンタールの静脈注射で実験動物を抹水する。仰向けに寝かせ、相関する。血液資料を採取する。パワフルオロカーボンの温度を調節する。低体温にする必要はなくなっている。気管内チューブを通してパワフルオロカーボンを肺に注入する。 備え付けの 3L の容器にパワフルオロカーボンを満たす。保温、酸素供給、二酸化炭素除去を行う装置の間をポンプで循環させる。味方空圧弁から管を通し、実験動物に流す。急速はコンピューターで制御する。1分あたり、約6呼吸の速さで、実験動物の肺に液体を送り込み、容器に戻す。実験終了後、 被検体を15秒間ほど傾けてパワフルオロカーボンを肺から出す。これは映画アビスの一場面でも見られ文句少尉がラットの肺から液体を吐き出させていた。この映画でラットは実際に液体呼吸を行っていた。1990年代初頭に行われたこれらの実験は成功を収めている。パワフルオロカーボン中で犬は 約2時間生存し、実験後も若干低酸素状態になるのが普通だが数日中に正常に戻る。解剖検査を行った場合の典型的な知見は、軽い不腫やいくらかの出血であり、初期の実験で見られた肺への損傷は明らかに改善されている。もし液体呼吸が完全なものであれば、潜水において有効である。潜水では肺内部の圧力は、 体外の気圧と等しくなければならず、そうでなければ肺は潰れてしまう。ダイバーが XM の深さに降り、水面での気圧を P バーとすると、X10P バーの圧力を受けながら呼吸しなければならない。この圧力は深さに従って増加し、120メートルで13バー前後、深海平原では500バー前後になる。 このような高圧は体に悪影響を及ぼし、急激に解放された場合には特に危険である。空気側線、窒素酔い、減圧症などの潜水病が起こる。解決策の一つは、大気圧潜水服だが、これはかさばる上に取り扱いにくい。より簡便な方法は、ヘリオックスやトライミックスのように、窒素をヘリウムで置換した混合ガスを使用することである。 しかし、ヘリウムは体組織中に溶け込むため減圧された時に気泡を発生させるのは窒素と同様であり、この方法でも減圧症の問題を解決することはできない。肺を液体で満たせば、気体で満たされていた場合に必要だったような膨大な量の気体で分圧を維持させることなく、体内の圧力を水圧変化に対応させることができるようになる。 高分圧での機体の使用を撤廃することにより、体組織の高圧の窒素やヘリウムによる飽和を防ぐことができ、ゆっくりとした減圧など減圧症を回避するための手間がなくなる。潜水する哺乳類は、一呼吸で深いところまで潜る人間のモ潜りと同様に、水面まで急速に戻っても減圧症を起こすことはほとんど、あるいは全くない。 これは一呼吸程度の量の気体では体組織に蓄積される窒素の量が減圧症が起こるほど多くないためである。深海まで潜水する哺乳類や人間の肺はほぼ完全に潰れている。この考え方を実際に適用するには以下に示す問題点がある。潜水に液体呼吸を応用する場合には完全な液体置換を行わねばならない。 そうすることにより高い空気分圧を避けられるため、側線の原因となる気泡を血中に少しも発生させない状態を維持できる。しかし、液体による完全な痴漢を行った場合、二酸化炭素を除去するのに十分な量の液体を流通させるのに困難を伴う。全圧がいくら高くても、呼吸を行う液体中に溶かし出すのに影響する、血液中の二酸化炭素の分圧は四十。 水銀中ミリメートルより高くはならない。この程度の圧では、大部分の液体フルオロカーボンでは、安静な状態での代謝で十分に二酸化炭素を除去するには、毎分約70ミリリットル、キログラムの交換速度が必要である。体重70キログラムの大人で、約 5L、ミニッツとなる。密度の高い液体の場合、これは、かなりの多量であり、 激しくない仕事をした時でも、二酸化炭素の生成量が2倍になるとすると、必要流量も2倍になる。この計算値が液体呼吸における現実的な流速の上限である。流通装置を使わずに人間が液体フローロカーボンを 10L、ミニッツの流速で動かすのは無理だと考えられており、そのため自由な呼吸も不可能とされている。この技術は、 ジェームズ・キャメロンの1989年の監督作品である映画、アビスの作中に登場した。2017年現在のところ、液体呼吸は未熟児の治療及び火事などによる重度の肺の負傷の治療に使われるとされる。液体呼吸が医療現場で用いられ始めたのはアライアンス・ファーマスーティカル社によるパーフルオロークチルブロミド略称パーフルブロン。 商品名力弁との開発以降である。パワフルブロンは代替血液として、また液体呼吸の目的に有用であり、感染症、重度のやけど、毒物の吸引、早産などによって肺方脳が潰れるなど深刻な呼吸機能不全を起こしている患者の肺に直接的化される。肺に入ると、パワフルブロンは潰れた肺方を広げ、酸素、 二酸化炭素のより効率的な輸送ができるようにする。2017年現在、これまでの実験は、主に未熟児について行われており、成人への使用の試みは目下進行中である。心臓から体の各部分に流れ出るすべての血液はまず肺を通り、そこで酸素の取り込みと二酸化炭素の放出を行う。例えば呼吸休白症候群を持つ。 未熟児に一般的に見られるように、肺は正しく機能していないと硬化し潰れてしまうため、人工呼吸器を装着しなければならない。ニューヨーク州立大学バッファロー校のコリン・リーチラによる研究では、13人の呼吸吸白症候群を持ち人工呼吸器がつけられている未熟児に対して試験が行われた。この乳児たちは、肺が表面張力によって潰れるのを防ぐ、 海面活性物質を生成することができないためしの危険にさらされていた。また同時に、肺を膨らませる人工呼吸器によって重く、高級的な肺への損傷を受ける危険もあった。そこで、肺をパワフルブロンで満たすことによって肺方能を広げ、呼吸を可能にする試みがなされた。より低い圧力で肺が膨らまされ、より効率的に低い負荷で肺を通した。 血液中への酸素の取り込みに酸化炭素の放出が起こると期待された。この試みは成功した。この13人の未熟時には24から76時間の部分的な液体呼吸が施された。特に困難や有害な副作用を起こすことなく空気呼吸に戻され、13人のうち11人に肺機能の目覚ましい向上が見られた。その後6人が死亡したが、これは明らかに、 液体呼吸以外の原因によるものであった。未熟児、子供、大人に対する臨床試験が行われた。この方法の安全性やガス交換機能の向上能力が著しいため、救命能力の高さを理由として、アメリカ食品医薬品局はこの製品を優先承認対象に指定した。これは、この製品の迅速な審査とできる限り素早く、 安全な上司を計画することを意味する。しかし、期待通りの臨床試験結果が得られず、アライアンス社は、部分的液体呼吸についての研究を断念した。液体呼吸における、近年の発展にもかかわらず、パワフルオロカーボンの応用法の標準的な形態は、未だ確立されていない。TLV 肺を完全に液体で満たす、完全液体呼吸は、 有益な点もあるが、一回ずつ、呼吸量の PFC を肺に出し入れするために、ポンプ、加温器、膜型酸素供給装置などからなる管を用いた、送液系を必要とするのが、大きな欠点である。PLV 一方、部分的液体呼吸は、酸素、空気混合気体を、パワフルオロカーボンで満たされた肺に送るので、気体呼吸用の標準的な人工呼吸器を、 適用することができる。酸素供給に酸化炭素排出、排機能における PLV の影響は主治の排疾患モデルを用いたいくつかの動物実験によって明らかにされている。急性呼吸吸迫症候群、大便吸引症候群、先天性を隔膜ヘルニア、新生児での呼吸吸迫症候群といった患者に対する PLV の臨床応用が報告されている。 パワフルオロカーボンを満たした肺の状態によって、機器の設定が決まるため、PLV には非常な注意を要する。機能的残気量のパワフルオロカーボンの肺への注入、および維持には高度な専門知識が必須とされる。PLV では、K が乱れると即座に、ガス交換の悪化につながる。肺を完全に満たさないと、機能的残気量体積を満たした場合よりも効果が、 落ちることが示されている。ガス交換や肺の循環機能に影響を与える危険で重大な事故の可能性のあることが PLV の使用を制限している。PFC の新たな適用法も開発されている。PFC 蒸気、パワフルオロヘキサン用に調整された2つの麻酔剤気化装置で気化させたパワフルオロヘキサンは羊におけるオレイン酸を原因とする肺疾患に対して ガス交換を向上させる効果があることが示されている。ガキ化に適しているのは主に高い蒸気圧を持つ PFC である。エアロゾル上、PFC エアロゾル化したパワフルオロオクタンによるオレイン酸を原因とする肺疾患を持つ生態の羊における酸素の取り込みと肺機能の著しい向上が示されている。海面活性物質欠損症の小豚に対しても、 エアロゾル上 PFC によるガス交換、排気能の持続的な向上が実証されている。適切なエアロゾル発生装置が PFC の効率的なエアロゾル化において決定的な要因であり、異なる装置を用いた PF5050 のエアロゾル化は海面活性物質欠損症のうさぎに効果がなかったと報告されている。部分的液体呼吸とエアロゾル上 PFC は 肺の炎症反応を低減するとされる。フィクションにおいては、しばしば液体呼吸が高加速度環境における対策として用いられることがある。例えば、ジェリー・アンダーソン製作の謎の円盤 UFO 中では、エイリアンの宇宙服に利用され、宇宙飛行士が高い加速度に耐えられるようにしていた。流体に加えられる力は全方向に分散される。例えば、海中では、 力が分散するため、クジラのように生物が地上では維持できないほどの巨体にまで成長できる。液体は圧縮してもほとんど体積が変わらないため、航空機の操縦や宇宙旅行などの際に高い加速度を受けても密度が変わらない。つまり、人間を液体の中に浸しておけば、座席やハーネスについている時よりも体に働く、慣性力を分散させられる。 同様の記述は、コンスタンチン・ツヨルコフスキーの著作にもある。また、ツヨルコフスキーが関わった1935年のソ連映画宇宙飛行でも、宇宙船の乗組員が潜水服のようなものを着用して、チャンバーに入るとそこへ、水が満たされ、ロケット発射時の加速度や、月面着陸時の衝撃に耐えるという描写がなされており、これらは液体呼吸ではないが、 液体を用いて加速度に抗うというアイデアの源流と言える。この現象については浮力の観点からも考察できる。地球上では空気中よりも水中にいる時の方が体が軽くなるように感じるが、これは水圧によって重力の影響を相殺する浮力が働くためである。この場合には重力と加速度は同様のものであり、もし二人の人間が加速する船の上にいて、 一人は水中に、一人は空気中にいたとすると、水中にいる人は体重が少なくなったかのように感じる。加速に伴って水圧はますが、これは蒸気の圧力と同じものであることに注意する必要がある。潜水への応用の場合は、高圧の気体を呼吸することによる生理学的影響を避けるため液体呼吸が用いられるわけだが、こちらでは、 高加速度の影響を現じるために用いられるわけで目的が異なる。しかしながら物理的、解剖学的にはこのような応用は不可能であるとされている。主な問題は加速度が加わることによって心臓はより高い圧力を持って血液を送らねばならないという点である。これは液体呼吸を行うことによっては変わらない。さらに肺を液体で満たすと 特にファーフルオロカーボンのように密度の高いものの場合、重量が増加する。パイロットや宇宙飛行士が経験するような特に強い加速度を受けると液体で満たされた肺は機体呼吸時よりもはるかに大きな加速度が生じて破壊されてしまうだろうと考えられている。ありがとうございます。